トランスフォーマーダークサイドムーンは2011年のマイケル・ベイ監督による映画日本版のキャッチコピーは人類は今立ち上がる1980年代からガングアニメーションコミックで展開されてきたトランスフォーマーを原作とする2007年から続く実写映画版トランスフォーマーシリーズの第3作でシリーズ第1部の完結編シリーズで 初の 3D 映画。アポロ計画陰謀論をもとに、地球全体を巻き込みシリーズ最大級のスケールで物語が展開される。遠い宇宙のどこかにあるサイバトロン星にて、前のトランスフォーマー軍団オートボットと悪のトランスフォーマー軍団ディセプティコンの戦争が勃発、数で勝るディセプティコンの前にオートボットは敗北寸前まで追い詰められていた。そんな中、 一石の宇宙船が星を脱出しようと飛び立ったが、その船もまたディセプティコンの攻撃により大破し、宇宙の彼方に消えた。そして遥か彼方の地球。1969年にアポロ11号による人類初の月面到達が達成された。しかし、その裏にはもう一つの計画が隠されていた。それは、月の裏側に墜落したサイバトロン防止の宇宙船の 調査であり、真実を知る者はそれを極秘とした。そして現代、ロシアでサイバトロン製の事柄に関わるとされる情報を入手したオートボットとネストはチェルノブイリで調査を行い、そこで謎の物体を発見するが、直後にディセプティコンのショックウェーブとドリラーの襲撃に遭う。ディセプティコンが奪おうとしたものが、かつてサイバトロンから脱出した。 宇宙船アークの一部であると気づいた、総司令官オプティマスプライムは月に、アークと伝説の戦士センチネルプライムが眠っている、ことを知り、自ら月へ赴いて、アークからセンチネルプライムを救出した。一方、オートボットたちと戦い抜いてきたサムビトイキーは、新しいガールフレンドのカーリー・スペンサーと同居しながら、ワシントンで暮らしていた。 以前 FBI に指名手配されたことが影響し、大学卒業後も就職先が決まらず、鬱屈した日々を送っていたが、カーリーの上司のディラン・グールドの推薦によって、宇宙開発事業に携わるアキュレッタシステムズ社に、資料運搬係として入社することとなる。しかし、同僚のジェリー・ワンが、アメリカの宇宙開発計画中止の事実に関わる。 情報をサムに託した直後にサウンドウェーブの部下であるレーザービークによって開始を遂げ自身もまたディセプティコンに襲われる羽目になるオートボット基地では可視状態のセンチネルプライムをオプティマスプライムがマトリックスの力で蘇生させ二人は再会を果たすそしてセンチネルプライムの話から彼が開発したという物質転送を行うテレポーテーションシステムスペースブリッジと それを起動させる数百本の柱の存在が明らかとなる。一方、シーモア・シモンズと共に独自にアポロ計画について調査を始めたサムは、元ロシア人宇宙飛行士の情報からディセプティコンが、すでにスペースブリッジの大半を回収していたことを知り、センチネルプライムの護衛を要請する。オートボットは総出で、センチネルプライムを守り通すが、突如、センチネルプライムは、 仲間のアイアンハイドを殺害、オートボットとの決別を宣言し、ネストが保管していた最後の柱とコントローラーを奪って逃走する。センチネルプライムはサイワトロン星を脱出するよりも前にサイワトロン星を復活させるためにディセプティコンのリーダーメガトロンと密約を交わしていた。その夜、センチネルプライムは月と地球をスペースブリッジでつなぎ、それを通じて メガトロンの命令を受けた月のディセプティコンが地球へと侵入する。さらにサムもまたディセプティコンの手先だったディランの策略でカーリーを人質に取られオートボットの出方を探るためのスパイに仕立て上げられてしまう。その後、センチネルプライムは人類に対して侵略行為を行わない代わりにオートボットの永久追放を要求。人類もそれに応じたためオートボットは地球を離れる。 ことになるが、それは、ディセプティコンの罠であり、オートボットの船は空へ飛び立ったところをディセプティコンのナンバー2である、スタースクリームの吸収を受け撃墜されてしまった。しかもディセプティコンは、人類との約束を保護にし、大艦隊を率いて、イリノイ州、シカゴを占拠。ディセプティコンの本当の目的は人類を霊属させ、サイバトロン保守復興の労働力として支配することで、あり。 サイバトロン保守転送のための準備が始まる。一人残されたサムはカーリーを救出しようと、エップスたちと共にシカゴに向かうが、ディセプティコンの包囲網に行く手を阻まれる。そこに、船から脱出し生きていたオートボットが現れ、合流を果たす。サムはバンブルビーと旅客したディセプティコンの戦闘機に乗って、ディランの手からカーリーを救い出した。 そしてカーリーの話からディセプティコンの目的を知ったオートボットとサムたちはコントローラーを破壊すべくシカゴへと突入する。オートボット及びサム一行はドリラー、スタースクリーム、サウンドウェーブ、ショックウェーブ、ディラン等の妨害をかいくぐり、ついにセンチネルプライムの元へたどり着くもセンチネルプライムは柱を起動させサイバトロン、星転送を強行、それを止めようとする。 オプティマスプライムとセンチネルプライムの間で激しい戦いが繰り広げられる。オートボットとディセプティコン、さらに、ネスト本体が入り混じっての大激戦の末、ディランの死と共にコントローラーが破壊されたことで、サイバトロン星は地球の空から消え去り、オプティマスプライムを追い詰めていたセンチネルも、また土壇場でリーダーの座を追われることを恐れたメガトロンの離反にあって負傷する。そして、 最後の力を振り絞った、オプティマスプライムの手によって、メガトロンはついに討伐された。メガトロンに吸収され、満身創痍のセンチネルプライムは、私がお前を裏切ったのは故郷を取り戻すためだ。どうがわかってくれと、命乞いするが、オプティマスプライムはかつて主としたった、センチネルプライムに、私を裏切ったのではなくあなたは、自分自身を裏切った。と、自らの手でイを渡した。 戦闘は終結し、オプティマスプライムは人類との絆を再確認するのであった。今作において、トランスフォーマーたちはロボットモードに変形しなくてもビークルモードから直接武器を展開するビークルバトルモードと呼ばれる形態を披露している。日本語吹き替え版において、前作や前々作のようにトランスフォーマーたちの声のエフェクトが本作からは極力少なめになっている。 オートボット前作において、トランスフォーマーの存在が、公となり、オートボットは、ネストと合わせ民間人に認識されている。また、各都市には、エネルゴン探知機を設置し、長距離防衛システムと連動して、敵の襲来に備え常時警戒している。ディセプティコンと戦い続ける傍ら人類の、国際社会の自由と平和維持活動への協力も、受け負っている。 地球と人類に対する考え方に温度差が見られ、親人類派の者も,もいれば、無頓着な者も,もいる。ただし、サムに対してだけは、前作での活躍もあって、全面的な信頼を寄せている。アーシーやツインズの消息は、本編中語られていないが、その多くは、前作と本作の間を描くコミックスで戦死している。サイドスワイプなど前作から登場した、オートボットが、 地球に来た際に乗ってきていた宇宙船ザンティウムが登場する。ディセプティコンメガトロン率いる悪のトランスフォーマー軍団。今回のディセプティコン部隊は月に潜伏しており、先んじてアークからスペースブリッジの連結装置である柱の大半を回収。自分たちと結託したセンチネルがそれらを起動したことをきっかけに地球へ艦隊と大部隊を送り込み総攻撃を仕掛ける。 また、かねてから宇宙開発事業に関わる人間を脅迫したり、協力者として引き込んでは自分たちが好きで活動していたことを隠蔽させ、さらに彼らを通じてアメリカ政府に圧力をかけてこれ以上の月面調査を中止させていた。決まった企画によって生み出されているため同型の別個体が複数体存在する。メインスタッフからは、アイランド以来マイケル・ベ監督作品で脚本を 勤めていたアレックス・カーツマンロベルト・オチーのコンビが降板し、前作で加わったアーレン・クルーガーが一人で脚本を担当することになった。二作目で若干過剰気味であった下ネタ要素は、今回では控えめになり、また前二作では、ほとんど見られなかったディセプティコンによる民間人に対する殺戮シーンが直接的に描かれ、シリーズ中、 最もシリアスなエピソードが描かれる。新キャラクターとして、ディセプティコンの防衛参謀、ショックウェーブや、前作で名前のみ登場した、センチネルプライムなどが登場する。また本作からは、ゼネラルモーターズに加えて、メルセデス・ベンツ、フェラーリの協力もあり、同社の高級車が多数登場する。また前作で登場した、オートボットの雑ン図は登場しないと公式で、 発表された。本作の基本プロットには、初代アニメ版、第26第27話、メガトロン地球征服作戦のデストロンの策略で、サイバトロンが地球から追放されるというシチュエーションと、第66話第68話、破滅の日の巨大なスペースブリッジによって、地球の上空にセイバートロン星が出現するというシチュエーション、アニメ版、 マイクロン伝説の戦局を左右するアイテムを乗せた宇宙船が月面へ墜落するというシチュエーションが組み込まれている。ネスト部隊のスカイダイビングは JT ホームズ率いるプロのスカイダイバーチームが担当。ウィリスタワーの屋上から実際にダイブし、CG などの視覚効果は一切使用されていない。シリーズ初の 3D 作品であり、 アバターで使用された3 d フュージョンカメラシステムを用いて撮影されている。米監督はもともと本作を 3D で制作しない方針をとっていたが本シリーズのファンであると公言しているジェームズ・キャメロンの強い勧めで本作は 3D フュージョンカメラシステムで撮影された。一部のシーンではフュージョンカメラで撮影された映像とロボットの合成が 複雑なシーンがあったのと、マイケル・ベイ監督によるアイランドのチェイスシーンの流用映像があるため、通常の 2D 映像を 3D に疑似変換しているシーンが含まれる。前作及び前々作でメインヒロインのミカエラ・ペインズの役を演じたミーガン・フォックスが監督のマイケル・ベイや撮影スタッフらとの確執が原因で自ら降板することになった。これは第2作。 トランスフォーマー、リベンジ公開時のインタビューで、監督の撮影現場での指揮に対し、彼は独裁者、ヒトラーのように、傍若無人に振る舞っていると批判したことが皮切りで、起きたことで、撮影スタッフのみならず制作のユダヤ系アメリカ人で、あるスティーブン・スピルバーグまでもが激怒する形となり、彼らも反撃とばかりに、彼女を批判するという事態になった。このことに対し監督は、 彼女は未熟なところがあるから仕方ないと会議的な発言で事態を収めようとしていたが、スピルバーグからの直訴をきっかけに自身も彼女に交板を促すようになる。結果としてミーガンは自ら交板する意向を示したことがパラマウントピクチャーズにて報じられた。このミーガン交板の事態に対し、監督ら制作陣はすでに完成していたシナリオを急遽大幅に変更。 ミカエラに代わるヒロインとしてカーリー・スペンサーを登場させカーリー役のロージー・ハンティントン・ホワイトを新たに起用することで事態を収集させたしかしソフト版のメイキング映像で降板理由が明らかにされミーガンは一度今作でミカエラ役のスクリーンテストをもう一度行ったところミカエラのイメージとかけ離れていたためとシリーズに新しい風を吹き込むための降板であったと監督 スタッフらが明かしている。バンブルビーの自己ワシントンでの撮影中にバンブルビー役のシボレーカマロが突如現場に現れた地元警察の警察車両に衝突しフロント部分及びボンネットをひどく損傷、大破するというアクシデントが発生した。また当時公開撮影を行っていたため見学に来ていた多くの一般人にその光景を目撃されており 同時に映画情報ニュースサイトや動画配信サイト YouTube を媒介にネットを通じて全世界に報じられる事態になり一時期は制作、公開中止の声も囁かれた。エキストラの事故バンブルビーの事故の1月前のインディアナ州ハモンドで撮影中にエキストラで雇われていた若手女優ガブリエラ・セディーロが大怪我を負った。 セリーロが乗っている車を運ぶ最中に牽引車のケーブルがちぎれ、ケーブルがフロントガラスを突き破りセリーロの頭部を直撃しのうを損傷、渾水状態に陥る重傷を負った。事故を起こした牽引車のケーブルは溶接は視覚のある作業員によって行われており、必要な安全措置は取られていた。この事故が原因で、翌日のシカゴでの撮影は、 中止になるも、インディアナ州の健康安全課のスポークスマンは、安全措置の確保が確かであったことと、不運で予測できなかった事故だったとして、パラマウントピクチャーズに対する罰金を課せられることはなかった。この処置に対し被害に遭った女性の家族は、スタジオとロケーション担当者が安全義務を怠ったとして、法的措置を取る構えを取っていたが、2012年5月、パラマウントピクチャーズが、 女性の家族2850万ドルを支払うことで和解した。事故にあった女性エキストラは、ロヨライ療センターで脳外科手術を受けたことで一命を取り留め、脳を損傷したことで、体の一部が麻痺し、事故のショックから一時期会話ができなかったが回復に向かった模様。シカゴ、デトロイト、ワシントン DC 等でロケが行われ、特にシカゴでは12ブロックにわたる区画を封鎖し、 大規模なロケが行われた。ディラン・グールドの自慢のクラシックカーが多く登場する会社のシーンは、ウィスコンシン州にあるミルウォーキーアートミュージアムでのロケ。米監督が毎年手掛けている、ビクトリアズ・シークレットのクリスマス、商戦向けテレビコマーシャルの2010年版で、同美術館が使われており、カーリー役のロージー・ハンティントン・ホワイトも毎年、妖艶なランジェリー姿で出演している。 撮影時のドキュメンタリーで監督が本映画の撮影を中断し、週末を利用してコマーシャル撮影に臨んだことをスタッフが明かしているが、屋外ロケのシーンはシカゴ市内のラサール橋で2010年8月に行われ、移動が少なくて済む工夫が見られる。アメリカではハズブロがメインとなり、6歳から15歳までの子供を バンブルビーカマロが学校まで送ってくれるというキャンペーンを展開。オープン検証でハワイ州とアラスカ州を除く保護者の許可を得たファンのみが応募できる。バンブルビーカマロで投稿した後、学校でオプティマストレーラーが待機し、トレーラーの中に準備してある1000ドルドル以上のハズブロの商品も贈呈される。応募期間は8月17日から10月20日までで11月。 上旬に優勝者が発表される。日本では公開に先駆け、大阪市内と東京都内の計3日間、オプティマストレーラーとバンブルビーカマロが警備、パトロールという名目で1日中、一般道を走った。1日目の7月16日夜、大阪市北区にある大阪市役所で行われたジャパンプレミアの際も2台とも横付けされキャスト、 監督と共に報道陣のカメラに収まった。東京は1日のみで、スタートは、白品監督トイパーク、銀座本店からとなった。アメリカの映画評論家マットゾーラーサイツにより、米文芸サイトサロン .com で発表された、映画史上最も創造しい映画10本にて1位に選ばれた。また、2位にも、マイケル・ベイ監督による、アルマゲドンがランクインしている。日本では、前作は、 工業的には1作目を下回ったが、本作は8月28日付で 3D 体験者が200万人を突破し、観客動員数全体は250万人を超えている。工業収入も40億円を突破しており、1作目の記録を抜いてシリーズ最高となった。また、3D での干渉率は91%であり、アバターの数値を上回っている。 トランスフォーマー、ロストエイジ本作のヒットを受け続編が制作され、2014年6月27日に全米公開。監督は再びマイケル・ベイが続投した。ストーリーは本作から4年後の舞台であり、リブートではない。しかし、サム役を務めてきたシャイア・ラブーフが本作で降板したため、サムは登場せず、キャストは一新された。 サウンドトラックは2011年6月14日に発売された。トランスフォーマー映画シリーズ前々作、前作に引き続いて恒例のリンキンパークが本作の主題歌としてフォースアルバムアサウ o u s a n d よりイリディセントを提供した。映画及びサウンドトラックには映画専用に編曲されたバージョンが使用、収録されている。リンキンパークは前作同様に本作でも スティーブ・ジャブロンスキーと共に、劇ともも担当している。また、パラモアが、楽曲、モンスターを、グーグルドールズが、楽曲、オールザット・ユーアーをそれぞれ新曲として本作に、提供し、サウンドトラックからのシングルとしてリリースしている。本作のノベライズ版、ピーター・デイビッド作。一部の展開が異なり、また本作で登場していないトランスフォーマーも一部、出演する。 また、映画本編では明らかにならなかった登場人物の名前も本作では記載されている。コミック版もまた本作と展開が似通っている。変形、合体ギミックを盛り込んだガングの制作、販売は前作に引き続き、トランスフォーマーシリーズの原案を手掛けるガングメーカー、タカラトミーとハズブロが参加している。ガングは前作同様、 映画公開に先駆ける形で2011年5月14日に発売された。今回はメックテックと呼ばれる武器機能を搭載して発売されているが、前作や前々作の玩具と比べて全体的に一回り小さく制作されている。またオプティマスプライムやメガトロン等主役級のキャラクターのリーダークラスの商品が制作されておらず、前作より変形が 簡略化されているものが多い。また本作では、サウンドウェーブ、ホイールジャック等メルセデス・ベンツの車種から変形するキャラクターに関して、ベンツ側の使用許可が他のキャラクターより遅くなったことから、10月に遅れて発売された。その他、ディーノはフェラーリからのライセンスが取得できなかった関係で、発売が次回作、ロストエイジ公開の2014年に連れ込み、前作、 リベンジに登場したサイドウェイズの金型を流用して製品化されている。なお、雑ンズ未登場の公式発表で以前雑誌等で本作未登場と公表されていた RC、ジョルトを入れた4点が劇中用キャラでは玩ング展開のみの商品となる。その他、玩ング付属のカードで展開するシリーズメックテックウーズが発売。カードを使ったカードバトルのほか。 シリアルコードを使用したオンライン PC ゲームトランスフォーマーメックテックズバトルビーダマン用ゲーム筐体ビーフ都市1号を使用した無料アーケードゲームトランスフォーマーメックテックズ携帯モバイルゲームトランスフォーマーザライブ等がプレイできるカードゲームヒートスクランブルカードゲームも発売されたダークサイドムーン e ージーコレクション2011年7月29日より マクドナルドで開始のダークサイドムーンのハッピーセット。30日31日限定でスペシャル DVD とメックテックシートもプレゼント。直立で変形するものと音声反応するバンブルビーとオプティマスプライムとの計4種類。オプティマスプライムの音声反応する玩具にはオプティマスプライム役の現打鉄の音声が収録されており、 日本語音声が収録された実写映画版玩具は本作が初となる。またスペシャル DVD のナレーションはサム・ウィト・ウィッキーの吹き替えの小松志法が担当。ケロケロエース2012年2月号ではトランスフォーマープロジェクトと題し e g コレクション版スタースクリームのケロロ軍装から、ケロロスクリームが付録として付属。また、 ケロロ軍曹とスタースクリームが共演するコラボ漫画も掲載された。漫画はなおと。スタースクリームを呼び出したケロロ正体はクルル総長の作ったあれやこれや吸引器用存でスタースクリームから超ロボット生命体の情報を吸い出そうとするが機械は暴走。ケロロ軍曹の中のキューブ的な何かと反応し、ケロロ軍曹自身がケロロスクリームに変形してしまう。 2012年2月8日から2月12日には第53回旭川冬祭りで公式のコラボレーションとしてトランスフォーマーの大雪像が制作された。ありがとうございます。